交通情報です。まず事故の情報です。国道53号線岡山市北区竹部町吉田で車3台が絡む事故がありました。このため上り下り線ともにですね通行止めになっています。現場の指示に従ってください。国道53号線岡山市北区竹部町吉田で車3台が絡む事故がありました。現在上り線下り線ともに通行止めになっています。現場の指示に従ってください。続いてこっち行きましょうか。高速道路の情報です。山陽自動車道上り線山陽インターチェンジと備前インターチェンジの間逆走している車を発見したため現在通行止めになっています。山陽自動車道上り線山陽インターチェンジと備前インターチェンジの間は逆走している車を発見したため通行止めになっています。その他の高速道路規制や混雑はありません。続いて一般道路の混雑状況です。国道2号線岡山市南区古新田では大阪方面向きの上りで1キロ、国道2号線備前市二戸では広島方面向きの下りで1キロ、国道429号線倉敷市大島では東向きで1キロ、幸町では西向きで1キロ、県道岡山倉敷線岡山市北区久米では岡山市中心部向きの上りで3キロの渋滞です。 JR の新幹線と在来線は正常ダイヤで運行してます。岡山と香川を結ぶ海の便も正常運行です。次の交通情報は4時5分ごろお伝えします。